どうも、朝一で劇場に行って寝不足のサーボリーマンです。いやー、めちゃくちゃシードって感じで面白かったです。 MX4D が始まったらもう一回見に行こうと思います。はい、そんな今回は機動戦士ガンダムシードフリーダムに登場する機体 HGC144-1 ライジングフリーダムガンダムをレビューしていきます。もちろんネタバレはなしでいきますのでご安心ください。シードらしいポージングのかっこいいパッケージアートですね。ちなみに劇場限定のクリアカラーも買ってきました。限定感があっていいですね。どっちもかっこいい。発売日は2024年1月の26日、お値段税込み2640円。メカニックデザイナーは巨匠大河原邦夫氏。ライフリの略称も最初は違和感がありましたが、だんだんと慣れてきましたね。見た目はフリーダムの要素が強い感じがしますが、武装類が変わっていたり MA 形態にも変形ができたりと、プレイバリューの高いキットになっているみたいです。早速開封してみていきましょう。山積みの大量生産されたキット、オープン。1、2、3、4、説明書。はい、開封して内容物を並べてみました。ランナーは合計11枚使われています。全て2023年製の新規ランナーです。共通ランナーはありませんでした。多色成形のランナーは1枚、合計4色。ビームシールドのパーツには変更成形が採用されています。ホワイトの成形色はかなり明るい色合いです。最新のキットなんでエッジがしっかりと出ていますね。赤色はシャインレッドの成形色、イエローのパーツはアンテナのみ使われていました。外装ブルーのランナーが2枚、かなり落ち着いたトーンのブルーです。レールガンなどライトグレーのランナーが1枚、ウイングなどに使われているダークブルーのランナーが2枚、マットな質感がいい感じですね。フレーム類のグレーのランナーが2枚、イモータルジャスティスと共通かと思いましたが、こちらも新規で作られています。プラスチック素材は KPS が使われていて、ポリキャップは使わない構造ですね。各種ビームエフェクトのランナー、おなじみのサーベルエフェクトと新規のエフェクトが合体したランナーです。ホイールシールはびっくりするぐらい大きさがあります。結構シール補填箇所が多いですね。取扱説明書はこんな感じ。ネタバレ防止なのか、パイロットの記載はありません。そしてこちら、なんと1枚綴りではなく冊子タイプになっています。この価格帯のキットにしては珍しいですね。武装類はフリーダムと同じような構成で名称が変わっています。見新しいのは飛んでいくシールドブーメランですね。武装はポージングをつけながら詳しく見ていきたいと思います。またシードアクションシステムという稼働構造も新たに採用され、可動域が広くなっているみたいですね。こちらがカラーガイド。設定色は合計8色。新規ランナーの構成のため余剰パーツは出ない作りとなっていました。それでは組み上げて HGC フリーダムやストライクフリーダムと比較して見ていきたいと思います。組み立ては頭部からですね。フェイスパーツを組んでみました。パーツ分割の色分けがいいですね。センサーのクリアパーツには変更成形が採用されています。でもシールを貼らないと微妙になるんで、あんまり意味がないような気がしますね。シールドのついでといった感じでしょうか。外装は前後の分割。アンテナのパーツは3パーツ構成ですね。先端の安全フラッグ4箇所は少し目立ちすぎるのでカットしておきましょう。側面の合わせ目はダクトは一部ダウン落ち処理がされていますが、機関砲のあたりは合わせ目が出てしまいますね。参考までにフリーダムとストフリと比較してみるとこんな感じ。どちらかというとアンテナの形状などストフリに近い印象です。マスクはスリッドがなくインチャっぽさもあります。機関砲の色分けはされていませんが、ダクトや額のセンサーが開口されていたりと、ガンプラの進化を感じられる作りになっていますね。続いてボディですね。関節フレームの接続部はボールジョイントが多用されています。腹部の外装パーツは左右の分割。フレームを接続、ライトグレーの外装をかぶせていくと、フレームの接続は C 型ジョイントですね。正面外装パーツはフィンモールドのディテールがシャープでいい感じです。外装パーツは前後から挟み込んでいきます。ランナーの枚数は結構ありますが、思ったよりもサクサク組み上がります。最近のガンプラは本当に組みやすいですね。側面には今までのフリーダムにはなかったようなディテールも造形されています。合わせ目も一部発生しますが、段落ち処理がされていました。背面は2つ穴のタイプですので、バックパックの互換性もあります。頭部を取り付けたらほとんど隠れますが、首の後ろ側には空洞があります。可動ポイントも見ておきましょう。首のパーツは前後に大きく振ることができます。腕付けのフレームは前方に引き出そうとするとロックがかかっていて、少し上に上げることで前方に引き出せます。そしてさらに大きく上に上げることもできます。このロックがかかる作りは初めてなんじゃないでしょうか。シンプルな作りでありながらよくできていますね。腹部には可動ポイントが2箇所あるので、前後屈の動きをさせることもできますし、
軸可動で左右に大きく振ることもできます。頭部の接続はボールジョイント、腕部のフレームは二重関節ですね。外装はワンパーツの筒型のため合わせ目は出ません。前腕のビームシールドが内蔵された箇所はデスティニーに似通ったデザインをしています。ちなみにビームシールドの取り付け方も一緒です。腕の向きを合わせて取り付けていきます。ハンドパーツは握り手が両手分と左手のみ開き手が付属します。取り付けはボールジョイント、肩アーマーも組んでいきましょう。内部の構造はこんな感じで、スラスターの内側も色分けがされていますね。外装パーツは前後から挟み込みます。ライフルは目立つ箇所にライトグレーのパーツが結構使われていますね。腕の取り付けは軸ですね。腕周りには合わせ目は発生しませんが、肩アーマーの真ん中に合わせ目が発生します。内側は段落ちモールド化されていますが、先端に一部合わせ目が出ます。可動域も見ていきましょう。肩アーマーはあまり大きく上がりませんが、下にはしっかりと下げることができます。側面のスラスターも別パーツ化されているため若干上下に可動します。肩から下はロール可動。肘の曲げは二重関節になっていてしっかりと曲がりますが、肩アーマーに干渉してしまうためこのぐらいが限界です。ハンドパーツはボールジョイントで、少し引き出してあげれば柔軟に動かせます。ボディへの接続はボールジョイント、保持力もちょうどいい感じですね。続いて腰部です。股関節のパーツは上からスライドをして取り付けます。なかなか見ない構造ですね。フレームはこんな感じ。フロントアーマーは左右でくっついているタイプ、好みで中央でカットできると説明書に記載があります。全然緩くなくて保持力はちょうどいい感じです。リアアーマーは分割はなくワンパーツ成形です。続いて両サイドに装備するレールガン、挟み込むパーツが結構多いですね。先端の方針もしっかりと色分けがされ、スライドギミックが内蔵されています。軸で連結をして、側面にはビームサーベルの塚をマウント。マウント部は一体成形のため角度の調整はできません。レールガンはストフリと同じで2つに折りたたむ構造ですね。スライドする箇所が少し隙間が空きますが、ちょっと押してあげればちゃんと一応くっつくかな。でもちょっと隙間ができますね。下側の合わせ目は一切処理がされていないためくっきり合わせ目が出ますね。レールガンの接続はボールジョイント。ライトグレーの面積が多いせいか、かなりさっぱりとした印象になっています。アーマー類はフロントアーマーが大きく跳ね上がり、リアーマーは固定です。アーマー裏のディティールも特にはありません。また下にはアクションベースを接続する 3mm 穴が開いています。あとレールガンも思いのほか大きく動かすことができます。ちなみにレールガンを後ろに動かすギミックなどは特にはありません。そして股関節の軸はスライドギミックがあり、上下に位置の調整が可能になっています。続いて脚部、内部の構造はこんな感じ。ふくらはぎには MA 形態で使用するショートウィングが収納されています。足首のフレームにも C 型ジョイントが使われていたりと珍しい作りになっていますね。外装パーツで閉じていきます。そして膝アーマーと大腿部の外装をフレームに通すだけですね。足裏には裏打ちがあり、つま先も稼働するしっかりとした作りです。アンクルガードはボールジョイントで後ろから接続し、前から外装をスライドをして取り付けていく少し珍しい構造ですね。合わせ目箇所はあまり目立ちませんが、すねの一部とふくらはぎの一部に発生します。ふくらはぎのショートウィングも展開してみましょう。段差になっている内側はホワイトになるみたいですが、ここはホイールシール補填を使用するみたいです。続いて可動域、股関節付け根のパーツは360度回転し90度まで上がります。膝関節は二重関節でしっかりと曲げることができますが、ふくらはぎの外装パーツに干渉してしまうためこのぐらいが限界です。足首は前後に可動し、さらに C 型ジョイントで大きく左右に振ることもできます。しっかり角度がつけられますね。脚部の接続は軸でございます。下半身と上半身はボールジョイントでドッキング。結構硬いね。思ったよりも足がほっそりとしませんね。結構重量感のある見た目になっています。でもプロポーションは抜群にですね。次はバックパック、これは MA 形態時の機種のパーツですね。先端にはショートウィングが収納されています。上下で外装パーツを閉じるため、側面にはまっすぐ合わせ目が出ます。そしてジョイントパーツを接続、青い推進ユニットのパーツをボールジョイントに取り付けていきます。ここら辺も新鮮な作りになっていますね。ウイングユニットは左右で向きがあるのでご注意ください。
バラエダのような武装ももちろんウィングの間にあります。モナカ構造ではありますが、分割線は段落ちモールド化されています。武装をウィングで挟み込んでいきます。そして機種のパーツに接続をしていきます。軸の先端に突起があるので抜けにくくなっています。それにしてもこのウィングユニット軸が長いですね。このウィングユニットめちゃくちゃかっこいいですね。先端がシャープになってるからなのかな、フリーダムよりもなんかかっこいい気がしますね。カラーリングかな。本体にはピン2つで接続。ウィングユニットが結構重たいんですが、足裏の接地性もいいため問題なく自立をさせることができました。それにしてもかっこいいな。なんか映画館で見た時よりもプラモの方がかっこよくないか。最後に武装です。ビームライフルはフレームに合わせて外装を取り付けていきます。フォアグリップはヒンジ接続で左右に稼働します。ホワイトのパーツは左右から挟み込んでいるため中央にぐるりと合わせ目が発生しますが、一切処理はされていません。くっきりと合わせ目が発生します。あと開口されているグレーの色分けは立体感があって見栄えがいいんですが、ブルーの色分けは全てシールで補う仕様になっているのが少し残念かなと思います。あと側面にはマウント用のピンがあるため、こんな感じでリアーマーに装着も可能です。シールドブーメランは側面に白いパーツをはめ込みます。このパーツは展開式ですね。ビームエフェクトを取り付けられるようになっています。正面のパーツはスライド式で位置調整が可能になっています。シールド裏側はこんな感じになっていて、グリップは一体成形でちょっと簡易的になっていますね。ここは少し惜しいかなと思います。はい、 HGC ライジングフリーダムガンダム完成でございます。いやー、さすが最新キット、開発に力が入っている完成度ですね。設定ではストライクフリーダムガンダムの運用データを使用し、村雨でオーブが培った可変技術を取り入れて設計された機体だそうです。元になったデータがストフリーの割にはシルエットはフリーダムといった感じがしますね。続いて共通パーツはありませんが、参考までに HGC シリーズのフリーダムとストライクフリーダムと比較してみました。使われている色は変わりませんが、カラーパターンが一部違っています。ウィングの枚数はフリーダム同様5枚でした。フリーダムより全体的にシャープになった印象を受けます。続きまして武装を装備してみていきましょう。まずは高エネルギービームライフル。専用の武器持ち手が付属しないのが少し惜しいですね。フォアグリップが稼働するので両手持ちにも対応しています。ウィングは展開することでハイマットモードにすることももちろん可能です。左腕に装備しているフラッシュエッジ G3 シールドブーメランは左右のユニットを展開しビームエフェクトを3箇所に取り付けることでブーメラン状態の再現も可能です。なおシールド本体のディスプレイは 3mm 穴がないので台座のアームなどを使って固定をする必要があります。そしてシールドはもう1種類あり、変更成形のパーツが使われたインフィクタスビームシールド。これは HGC のデスティニーとかと同じ構造で赤いパーツで挟み込んで固定しています。見る角度によって輝き方が変化してとても美しいです。続いてベルシーナビームサーベル。 HG おなじみのビームエフェクトですね。ハンドパーツの保持力は問題なく安定して固定できます。そして今までのフリーダム系キットと同じくジョイントパーツなしでビームサーベル2本を連結することも可能です。腰部にはバイパー3レールガン、ウィングユニットの間には超高インパルス砲シュトゥルムスバーハー、フリーダムでいうバラエーナですね。構造もほとんど一緒で回転させて前方に展開できます。そしてフリーダムといえばハイマットフルバーストモードですよね。各部問題なく稼働し展開するのでおなじみのポージングもかっこよく決まります。超高インパルス砲は根元にも稼働ポイントがありますのでバラエーナ同様左右に振って角度もつけられます。武装に新たにシールドブーメランが追加されたことでディスプレイの幅が広がってより面白いキットになっていると思います。それでは一部のパーツの差し替えでモビルアーマー形態にも変形ができるのでやってみましょう。まずは背面の機種を起こしてアンテナを破損しないよう気をつけながら頭部にかぶせます。かぶせた機種に収納されているショートウィングを展開。機種の両サイドにある青いユニットの位置を後ろ方向に移動します。ふくらはぎにもウィングが収納されているので展開しておきます。モビルアーマー形態のスタンドパーツを股関節に接続、つま先も下げておきましょう。武装はシールドの赤いパーツの上下をスライドし空いたスペースにライフルを連結、股関節のスタンドパーツに合体した武装を取り付けます。はい、これでモビルアーマー形態の変形が完了です。
膝関節の角度も変わらないですし、肩や腕周りも特に触る箇所はなく、変形ギミックとしてはかなりシンプルですね。アクションベースを接続するスタンド穴も足に干渉しないよう少し下側にあるので、足が開くこともなく問題なくディスプレイできます。フリーダムがモビルアーマー形態ってどうなんだろうと最初は思っていましたが、ウイングと機種の大きさもあって航空機らしさが十分出ていてかっこいいですね。バックパックの接続規格は共通の2ピンですので、フリーダムやストフリーなど他の機体を MA 化したりしても面白いかもしれませんね。続きまして付属品一式見ていきましょう。武装は高エネルギービームライフル、フラッシュエッジ G3 シールドビームブーメラン、ベルシーナビームサーベルが2本、ハンドパーツが各種と MA 形態用のスタンドパーツ、各種ビームエフェクト、余剰パーツはありませんでした。続いて可動域を見ていきましょう。まずはウィングから。ウィングはフリーダム同様に大きく開くことができます。大きく上に開いてみるとこんな感じ。一応これ以上動かすこともできますが、ウィングの形がちょっと崩れてしまいますね。さらに付け根も可動するので、ウィングを開いた状態のまま上下に動かすこともできます。後ろ側にも流すことができ、角度が微妙な場合は軸を少し引き出せばしっかりと90度ぐらい角度がつけられます。続いて頭部。頭部はボールジョイントで接続されていて柔軟に可動し、首のパーツも前後に大きく動かすことができます。横への回転は襟の部分に少し干渉しますが、首の角度が柔軟に動かせるので1回転をさせることができました。腹部には可動ポイントがあるので大きく前方に倒すことができ、少し後ろに角度をつけることもできます。さらに左右に角度をつけることもできます。上半身のひねりはリアアーマーに干渉してしまうため、これ以上は回りません。ここまでが限界になります。腕付け根のフレームは前方に引き出すことができ、さらに上に上げることができます。肩アーマーは動くので90度ぐらいまで上げることができました。腕もさらに上がったりと本当によく動く作りになっていますね。続いて足の開きを見ていきましょう。サイドアーマーのレールガンが思ったよりも上がるんですが、腹部に干渉してしまいますね。一応レールガンを目一杯頑張って避けたとしたら、このぐらいまで、まあ90度近くまでは開くことができます。最後に膝立ちもさせてみていきましょう。フロントアーマーは大きく跳ね上がります。足もしっかりと上がりますね。膝も二重関節でしっかりと曲がったりと、関節の保持力も申し分のない作りになっていますね。はい、ライジングフリーダムガンダムの膝立ち整いました。シード系おなじみの足が長いですね。プロポーションが良すぎるせいで膝立ちには向きませんが、最新の可動域でよく動いて外れやすいパーツもないのでストレスなく動かせると思います。次は公式の完成見本と素組みを比べてみました。キットにはホイールシールが1枚付属。シールの量が結構多いですね。ウイングの白いラインやビームライフルの青いラインなどはシールを使います。本体の目立つ箇所はほとんど色分けされていますので、パチキミでも普通にかっこいいですね。気になる方は部分塗装をして艶消しを吹くだけでも十分満足できると思います。はい、ライジングフリーダムガンダムを詳しく見てきました。フリーダム同様武装類が豊富でポージングがいろいろと楽しめますし、モビルアーマー形態にまで変形ができたりとプレイバリューがとても高いキットだと思います。メタルロボット魂のライフリも映画館でたまたま購入ができましたので、また今後動画を作りたいと思います。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。